はい、それじゃあ今回からあれですね、本格的にこういった以前ピン立てたところを巡っていき、もう最終的にこのストーリーを回していくと。もう気づいたんですよ。ストーリー回していかないと終わんねのゲーム終わらねえ。もうすげえボリュームがあるからさ、探索すればするほど行きたい場所が増えるんですよ。はい、それじゃあ行きましょう。まずは緑ピンが一番近いのかな？そうですね。緑ピン確か高いところにあるんだよね。この上？本日のマグマクッキング。おー。以上です。ここの山をひたすら登っていくか。じゃあ、いざ、登山部。おー、高えな。あ、あの橋。シェンロンの柱。いるね、今日も。うねってるね。あれは倒すことになるのかな、シェンロンって。それとも、なんか、協力を要請する形になるのかな。大概の作品って、大体ドラゴンは長生きなんですよ。もう数千年単位で普通に生きるんですよ、ドラゴンって。そうなると、あいつはいろいろ知ってるんですよ、多分。いろんな知識を持ってるから、それを仮に、何かしらの方法でコンタクトを試みるっていう。その説はある。大概物知りですかね、ドラゴンってね。さあ、緑ピンの祠がそろそろ近いんじゃないかっていうところ。もうだいぶ酸素も薄いはずですよ、これ。ちょ、気になるから行ってみるか。なんとかここまで、しべに色の祠。何この岩。ああ、いただきます。そんな風になってんのか。お地蔵さんじゃないけど、祀られてるんですね。いきます。着いた。双子の記憶、しべに色の祠。またいつもと毛色が違うな。エレベーターがある。それじゃあやってみますか。なんか読んでみるか。記憶を残す前に動かしてはならぬ。残された記憶が弾を導くであろう。対となる祠の記憶がこの祠の解となり、この祠の記憶が対となる祠の、もう一個あんの？じゃあ、この祠と対になる祠が。これはスクショ取っていいっすか？ 現代一個かな？動かさない方がいいんだ、じゃあ。なるほど。うーわ、これ大変だ。もう一個じゃ、これと同じような、オセロ版みたいな。こんな感じの祠を探してから話がスタートするんだね。よし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 。よし。現代っ子。じゃあ一旦帰るっきゃないのか。したっけ、バイビー。なんか岩肌があそこだけえぐれてるんだよな。いい天気だ、今日も。ピンクの花初めて見た。なんか採集できるようなやつじゃないんだ。なんだここ、鎧だけが埋まってる。何ここ。意味もなくこんな穴作らないよな。絶対なんかあったんだよな、ここ。気になるな。何があったんだろう。うわ、あそこだけ森があるぞ。やめとこう。ダメだ、ダメ。いつもこうやって寄り道して、どんどん話が進まなくなって、多分これ完結する頃にはパート5000ぐらいいきますからね、この勢いだと。それは良くない。そうそうそう、前編集してて思ったんすよ。こいつなんかある程度近づくとこうやって埋まっちゃうんですよ。でもね、スラーっとその時は、読み逃してしまったんですけど、このオクタ風船、説明文よく読むと、この風船をくっつけられたものは宙に浮き上がるって書いてあるんですよ。多分これを、あいつにつけると、地面から出てくるんですよ。ここに置くことで、あ！
パイシー焼き魚。なかなか新メニュー開発できないな。新メニュー開発のコツとかあるんですかね。あ、でもすげえ効果高いじゃん。の割にすげえいい効果してるわ。難しいな、料理って。